ラケル。ラケルは旧約聖書の創世記に登場する女性。ヤコブの妻。父はラバン、姉はレア。名前の意味は、メスの羊また、岩波訳聖書、創世記では、母羊。彼女の名前は、ベニヤミン族、ユダ族へのある、種の権威を表すものとして、ルツ記4時11分で登場する。旧約新約聖書大辞典によれば、いわゆる、ラケルの墓は十字軍遠征以降に建てられたものである。エレミヤ書31、15でラケルが、エフライム、マナセの民を嘆く一節は、マタイによる、福音書2時18分で、ヘロデ大王による、幼児虐殺の予言と解釈される。創世記によれば、2、エサウから逃れて、叔父ラバンの元へ来たヤコブはラケルを見初め、ラバンの7年働けば、結婚を許すという言葉を信じて働く。ところが、結婚式を終えて、花嫁を見るとそれは、姉のレアであった。ヤコブは怒るが、ラバンの求めでさらに7年働いてついに、ラケルと結婚することができた。レアには、子供が生まれたのに、自分に子供ができないことを焦ったラケルは、自分の女奴隷ビルハに、ヤコブの子を産ませて、自分の子とした。それがダンと、ナフタリである。ラケル自身にも、待望の子供が生まれ、その子をヨセフと名付けた。その後、エサウと和解したヤコブは、神の言葉によって、ベテルからエフラタへ向かう。その途上、ラケルは産気づき男子を産むが、難産で命を落とした。その子を、ラケルは、ベンオニと名付けたが、ヤコブは、ベニヤミンと呼んだ。ラケルは、エフラタに向かう、道の傍らに葬られた。なお葬られた土地について、創世記35、19では、エフラタへ向かう、道の傍らで、と描かれるが、サムエル記、上10、2では、ベニヤミンの地、ゼルザと言われる。また、この記述は、エレミヤ書31、15でのラマで、ラケルが嘆く、という一節と合致する。ありがとうございます。